はい、皆さん、こんにちは。ワンダルグルビージです。では、今回は、ボンバークルー続きをやっていきたいと思います。で、ミッションのですね、ステージの5まで進めていますので、それに伴って、航空機と、あとは搭乗員のね、スーツ変えていますので、ちょっとそちら簡単に、まずはね、ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。まず、武装なんですけども、全体的に口径を上げているのと、あとミサイルをね、3機まで、搭載装備しているという状態です。で、機体の方も、装甲ボディのマーク4まで入れていて、ウィングだけね、まだマーク3という状態です。ちょっとね、ウィングのマーク4を入れるお金がちょっと足りないですというところですね。で、搭乗員の方なんですが、全体的に足元あったかブーツをね、履かせているので、ちょっとこれでなんとか持ちこたえてもらおうかなというところですね。温度耐性を少しね、上げているという状態になっています。できればもうちょっとね、温度耐性上げていきたいところなんですけども、足が遅くなるので、そうするとね、誰かがアクシデントが起きた時に対応が厳しくなるというのがあるので、一旦これで進めていきましょう。では、今回のミッションです。オーバーロード作戦。ノルマンディ海岸への侵攻を援護するということで、ノルマンディ上陸作戦ですね。爆弾使用は最小限にしましょうと書いてあるので、おそらく追加ミッションが出てくるのと、敵のエリアのエースもいますということなので、まあちょっとね、序盤でどんだけダメージを受けずに、かつ爆弾を一発必中させられるかっていうのがね、ポイントになってくるかなと思います。では、離陸して、着陸装置を上げて、ビーンをかけて、燃料の節約に入ります。ノルマンディ上陸作戦って言ってるんで、おそらくこれ味方の船団ですかね。上陸する船団の護衛をするっていうことなのかな。ちょっと待って。2分51秒以内に完遂しろとか言ってきてるけど、これちょっとブーストかけましょう。じゃあ、ブーストかけて、足を速める。からの、エンジニアも銃弾つけます。おお、早速そのタイミングで敵機発見。さらにターゲットも確認したね。早速ターゲットに爆弾をぶっ込んでいきましょう。包括していく。で、ボマーは爆弾層へ移動。開けてセット。確実に爆弾を当てていくと。右側にもターゲットがありますね。このターゲット2つプラスもう1つターゲットを見つけて、3つをあと2分以内に、破壊しなきゃいけないっていう内容ですか。いや、なかなかしんどそうだな。一発必中、確実に当てていきましょう。まずは1つ、2つ目。敵機がどっかに確認できた。ここだ。では、爆弾は次の爆弾をセットしましょう。さあ、次の爆弾も確実に当てていく。あと1分20秒。いやー、全然時間ないな。これ本当に1回もしくれないですね。あともう1分10秒ですね。爆弾を当てる。で、もう1つ爆弾を当てる場所があそこか。遠いぞ。間に合うのかっていう遠さだな。ちょっと心配ですね。包括してオートタグも使っちゃおう。ここは爆弾を確実に当てることに専念したい。あと40秒。当てられれば終わりそうですね。逆に失敗するとミッション自体がフェールしそう。確実に当てる。当てた。そしたら爆弾層を閉めて、次のターゲット逃げる。帰る。いや、空軍基地破壊とかいうのが来てるな。ちょっと危険だな、これは。一旦ボマーも上げて上空に上がりましょう。雲の下だと危ない。雷が鳴ってるからね。いや、帰りたいなぁ、これ。うわ、なんか食らってるよ。ちょっと休んでもらおう、食らってる人は。
搭乗員のダメージがないのと、機体には若干銃撃を受けた形跡がある感じかな。いや、強制的に敵の空軍基地に向かなきゃいけないんだな。鉄橋レーダーで発見。早め早めに、確実に、撃ち落としましょう。フォーカスを使う。ゆえに。よし、採石はいいね。確実に当ててる。高度を下げましょう。ガンナーが一人、ベルちゃんがちょっとね、低体温症になっているので、ここは高度を上げたり下げたりを繰り返しながら敵の対空を防ぎましょう。鉄橋レーダーで確認、どこだ。前方、下。高度を下げます。上にもいるな。敵が多いね。いや、マジで多いぞこれ。ちょっとオートダグ使っておきましょう。なんか追えなくなってきてる。爆弾を投下するにはちょっと遠すぎるな。で、エンジンが燃えてるので消火します。いや、アクシデントが多くなってるね。ではちょっと爆弾層に人を移しましょう。で、開けて爆弾を投下していく。あれ、浜当たってない。当たってないか。たー、くそー、燃えてるな。しかもまた爆弾を投下する。よし、撤収だ。ここで敵のエースが来るのか。急いで撤収だ。高度を上げる。オートダグも使う。フォーカスも使う。全火力を集中だ。締めて。うわ、なんか危ない感じになってるぞ、全体的に。ちょっとミサイルもぶっ放しちゃいましょう。数を減らしたい。あ、死人が出てるな。ちょっと待ってね。この死人はどこにいる？そこか。これは救ってあげなきゃいけないな。とりあえず高度を上げる。オートタグは使える？使えない、まだ使えない。さて次は、もうさ、故障箇所が多すぎる。
オートタグが使える。ここでオートタグを使う。なんか機体ボロボロだけど帰れんのかなこれ。なんかちょっと不安だね。いやもう張り付かれてるからターゲッティングがかなり難しくなってる。オートタグでも使わないときついな。高度を下げざるを得ない。いやもうターゲッティングができない。オートタグを使わないと本当に厳しいな。よし、オートタグが使える。ようやくだ。いや、あとは無事着陸できるかどうかだね。こんだけダメージを受けて。なんとか、このボロボロの機体で着陸をうまくしてくれないといけないな。結局敵のエースは撃墜できたのかどうかもちょっとよく分かんなかったしな。必死になっちゃってて。さあ無事に着陸してくれ。このボロボロの機体だけど。いやよく死人出なかったな。ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ、ゆっくり着陸しよう。ちょっと待って、足が出てないんじゃないか。だー！はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。